はい、どうも、妖怪三国志クイントリオーズ、今回もやっていくよ。にゃんげー、にゃんげー、これ本当いいね。ハイスコアチャレンジね、もうすぐ終わってあと11分。次のイベントはね、フェスガシャまでやってますね。スゴロクイベントということで、なんとなくスゴロクはどうでしょうね。まあ、この動画ができてる子にはもう始まってると思うんだけど、そう、なんか復刻版みたいな感じになってたから、冬にはねウィスパー出たから、なんか今度はコマさんとかコマ次郎とか、なんかあの辺のね主要妖怪になるのかななんてちょろっと思ったりするんですけど、どうなんでしょうね。はい、ちょっと楽しみに待ちましょう。なんつうかこの辺の主要キャラというか、冬にゃん強かったからな、ちょっと嬉しかったね。まあ、ブリーさんとかなんかコマさん、コマジロー、コマミちゃんでもいいけどね。あとオロチとか、キュービとか、なんかそんな系、吹雪姫とかもそうかな、なんかそういうベーシック系になるような気もしてるかな。まあでも今回はね、あの小生の流玉やっぱりゲットできたのがすごい大きかったね。大当たり 50%。 おお、スタミナに。いやー、でも今回ね、ランチ、お、金、最悪25個パターンでしたねこれが本当最悪だーって。調整コインが欲しいなー。こう絆コインとしてね、優秀だからね。はい、というわけで、モンゲーさんはまだ2凸なんだけど、ランキングとかね、見ていきましょう。そして最後、あー、これあれだ、ラッキーチケットもないんだよな。ラッキーチケット今もらってもしょうがないんだ。ちょっと今回ロリポップが揃いませんでした。ということで、ちょっと後で言うんだけど、改善してほしいことがねいくつかあるんだよね。雨妖怪で変換っていうのがねできるんで、まあ使わないやつ、私だと五右衛門か、この辺変換しちゃいます。で、これでね、雨とか戻ってくるので、これでね、ニャンゲータンをね、グレード、ちょっと間に合わなかったけどね、マックスに出しやすと。これでマックスになったんだけど、そう、これでもらえるのがね、ラッキーチケットなんだよね。これ、ほんとちょっと失敗したな。最後、割と周回したから欲しかったんだよね。そして、4凸しちゃいます。はい、地獄丸いくつも獲得した。声がねあれですね。というわけで到達はしました。アメミキス、あったんだけど、でもどっちにしろ1個足りてないね。そしてスイカニャンがね、もらえたのと、あと国取り、本当あんまり活躍しないんですけどありがとうございます。はい、という感じで、もう終わっちゃうんだよな。ラッキーチケット意味なかったですね。配布だから多分消えちゃうんで。で、デスガシャチケット軍がもらえないんだけど、もう、今、あれなんだっけ、もうあと時間でゲットできなくなっちゃうから。オラ！オラじゃないわ。にゃんげー、あ、6000超えましたね、戦力ね。300でさ、ちょうど、今ね、2003位なんだね。2006位。累計は結構いったけど、というわけで600なんでね、確か1500位入れないか。でも、その頃にはもう、なんつうの、フェスガシャチケットはもう、ミッション終わってるから、まあ、いっかって感じで、小成功。あ、これじゃないな。小成功使っちゃいまーす。1個ぐらいいいよね。というわけでね、前回のなんだ、お嫁なんちゃらよりは全然ダメだったね。はい、ということで、
無理やりフェスガチャチケットゲットって感じになりました。で、惜しいな、これ消えちゃうんだよな配布だと。で無理やりさっきの到達ね、400万はしました。今回難しかったな、やっぱりあれか、特攻なかったからかな。はい、ただ累計はね750以内に入ったんで、超限界突破の書が5冊、これ何気に半分分だからでかい。うん、そしてハイスコアはねもう惨敗、断罪、大惨敗ですね。久々のね繊維にも入れないっていう大惨敗。ちょっとやること何かよくなかった。なんかねそんなにサボってるわけじゃないんだけど、うん、ちょっとやり方を見直した方がいいかもしれないですね。なんでだろうな、こんなにいつも負けないのにな、なんかやり方悪かったかな。あ、これ超級3やってねえな。うん、としてもね1500ピンなんか全然いかないから。まあこの極級激ムズと復刻極級がちょっとサボってるっていうのもあるんだけど、あ、でも他の順位考えるとね1500ピンぐらい久々に入れねえなっていう感じで、はい、完敗ですね。負けました。2000円以内にも入れないけど、ね、素晴らしい、おめでとうございます。アイスコアチャレンジね、なんか生配信とかやったらやり方アドバイスいただけると思うんだよね。いまだにやり方よくわかってないけど、一応この前ねだいぶ前に100以内に初めて入れたっていう。今回でも特攻ね引いてる人少ないと思うんだよね。はい、という感じで、私は本当2000円も入れませんでした。ひどいね。はい、累計スコア665位だから、結構400万いってない人ね多いのかなっていう感じがしますね。うん、いつもねアイスコアチャレンジそんなに悪くないけど、前回特攻ありか、ネタバレがいたからな。じゃあね、花嫁ネタバレなのか。その前はねあれ川太郎じゃない、なんだっけ、あれ開始の時か、この時もねすごいよね、夏の100以内897ってすごいな、ちょっとすごいね、この時。あ、でもちゃんと400万いって、前回も到達スコア結構いい順位だったんだな。はい、という感じで、うん、ちょっと私の実力だとこんなもんなのかなっていう感じで、はい、まあまあちょっとね正直あんまハイスコアチャレンジもうあんま好きないんだけど、はい、今回も無事終わりましたね。ただ本当にさっきも言ったけど、なんだっけ、今回はゲット、そう、個人ねゲットできたんで、これは個人的にはシャレ大きかったですね。あとスイカにはね、あれスイカにはあとね限定ミッションがまだ終わってないんだけど、よいしょ、普通だったら限定ミッションねちゃんと言ってるよね。なんかね、なんかただ周回するの嫌だったんだよね。これちょうど限定がちょうどログインが、あ、でも俺体力プレゼントしなかったっけな、あれ、ちょっと変なのかな、あ、してんな、多分ね俺一回忘れてんだなきっと。それなんで食べ物チャレンジはね、なんか多分次のイベントかなんかで、こうなんかこの購入特典の下になんかおまけ落ちるような、なんか夏休みとかね、なんか多分来てその時にしようかなと思ってます。一応ねキャンペーン9月3日までみたいなんで、うん、なんか一応それを考えてはいるかなって感じですかね。はい、じゃあ今回こんな感じですね。ハイスコアチャレンジお疲れ様でした。うん、まあまあまあ、限定ビンゴも9月3日までなんでね、
多分次の9月3日は京都イベントだと思うんですが、はい、おしゃでも私ね、はい、じゃあ次のねすごろくイベント楽しみにしていきましょう。冬にゃんじゃね、冬にゃんとウィスパーだったから多分ジバコマかオロチキュービー武器姫、この辺りなんじゃないかなと推測してますけどね。最近不思議不思議勇ましうすらうすら不気味ニョロ凍結とかないな。プリも最近ないからプリなのかな。あれ今回、あでも今回プリだったから、今回プリだったから不思議不思議したからニョロオロチかプリ、まあまあまあなんでしょうね。はい、楽しみにしたいと思います。一応特にあとはないよな。うん、新規ガシャだから、はい、楽しみにしましょう。まだ一応調整ゲット簡単イベントは続くのかな。はい、エスガシャも27日までなんで、夏休みキャンペーンもね9月3日までなんで、夏休みって9月もないけどね。あ、終わっちゃった。はい、また頑張っていきましょう。じゃあメンテナンスなんで、はい、また次のイベントでお会いしましょう。さよなら、バイバイ。この辺にいると生きられる。あ、万里の試練全然やってねえな。サボり中ですね。こっち来るとあれになるかな。あれ？メンテになんない？なった。じゃあね、バイバイ。